それでは始めていきます。人工知能を搭載した Twitterbot を作ろう。今回はセクション2になります。それではまずセクション2の概要からですね。今回はセクション2で RNN と Sequence to Sequence ですね。セクション1ではコースの概要と Twitter API についてやりました。 今回はセクション1の内容とだいぶ異なるんですけど、この後もセクションを進めるために必要な RNN、いわゆる最近型ニューラルネットワークですね。それの基礎について学んでいきたいと思います。さらにそれを RNN を2つ組み合わせた Sequence to Sequence というモデルについてもその基礎から解説していきたいと思います。それでは今回の内容について解説していきますね。まずはセクション2の概要についてです。 そしてその後にニューラルネットワークとディープラーニングについてその概要をまず解説します。その上で PyTorch の基礎ですね。PyTorch の概要を解説した上で PyTorch を使って基本的なディープラーニングのコードを書いていきます。そしてその後最近型ニューラルネットワーク RNN について学んでいきます。まず RNN の概要を学んだ上でシンプルな RNN を実装していきます。そして LSTM と GRU ですね。 これは RNN の発展形になるんですが、今回は概要のみの解説になります。そして最後にシークエンスとシークエンスですね。これを自然言語処理で実装しようとするとちょっと複雑になるんですけど、今回は必要最低限の実装でシンプルなモデルを作っていきたいと思います。今回はといった内容になります。それではまず教材の方を紹介していきますね。本講座では Python の基礎という教材を用意しています。 もしあの Python が初めてという方がいましたら、こちらの方の教材を使って Python の概要を押さえておいてくださいね。あと今日使う教材、セクション2の教材になります。今回は3つのノードブックがあります。PyTorch の基礎、PyTorchBasic とシンプルな RNN のコード、あとはシンプルな s e q u e n c e to s e q u e n c e のコードですね。この3つのノードブックがあります。こちらの GitHub のレポジトリのセクション2ですね。 こちらに3つのノートブックがありますので、必要に応じて開いて講義の方を受けてくださいね。Python Basic は相変わらずこちらのフォルダの中に入っています。Python を勉強するのにぜひ活用してくださいね。教材の紹介は以上になります。はい、それでは次に行きますね。